2024年9月10日火曜日午後7時じゃなくて6時の日刊生放送がもうすぐ始まる時間になりました。今かね待ってる日刊生放送が始まった次第です。ということで、なんかすごく綺麗に入りましたね。久々に最初の6時の、あ、最近は割とね、6時の鐘が入るのだと思うんですね。今日は出かけもしないでこもっておりました。あ、今6時ですね。本当の時間っていうか、JST。この手元に持ってるのは電子時計ですから、極めて正確な時計です。皆様のお手元にこの私の喋ってのが届くのが3秒か4秒ぐらい遅れでしょう。いわゆる IP ですからね、パケットに。だからまあ私ら子供の時とか若い時とか、こういうふうにこのインターネットで、この生の今喋ってるのだから、まあ昔から言われたのはテレビ電話っていうのが未来社会には実現される。今もうテレビ電話っていう言い方すらしましたもんね。だけどそのお孫さんとお年寄りって言っても、私はまだ孫ないですけど、私の友達はもう孫ができた、うちも孫ができたって言うとしたら、お年寄りと孫なんて言うと自分のことを結局お年寄りっていうことになってしまうので、でもまあ若い人から見たらお年寄りであることは確かですよね。昔はお年寄りって言ったら重宝されたっていうかね、知恵袋みたいな感じだったけど、今は随分お年寄りの値打ちも下がったかもしれませんね。人数が多いから、とにかく人数が多いから、なんでこんなにお年寄りが多いねみたいなね。私の上の世代なんてもう団塊の世代とか、団塊の世代って誰がつけたんですかね。なんか有名な評論家かなんかつけたんで、うまいことつけたよね。パテント取っておけばよかったね。団塊の世代って使うたびにつけた命名者の人に、あのチャリンチャリンとお金が入るような仕組みにしておけば、その人は団塊の世代ってね、本当になんかね、誰か評論家が言ったような、まずね、評論家が言って作って有名になった言葉、団塊の世代でしょ。団塊の世代から連想したわけではないけど、そっから連想したって言ったらとってもね失礼ですけど、一億総白痴って言ったね。一億総白痴。テレビばっかりぼーっと見てると、あ、白痴っていう言葉はもう今使えないんですかね。一億総ものを考えない人ってね。一億総白痴、オタクとかなんとかっていう人が一億総白痴っていう言葉を考案したんじゃないかな。すごいね、すごい大きな展望っていうか、テレビばっかりみんな見てですね、テレビで言ってたからってこう、テレビで言ってたから正しいとかって、そういう風潮、あ、大田区総一だって、大田区総一さん評論家ですね、一億総白痴などの言葉を残した、ちょっと待って、一億総白痴などの信号を残した父大田区総一っていうことは、今ねちょっとネットで調べたわけですよ、 Google で。一億総白痴ね、そうすると大田区総一が言ったっていうことは、もうダダダダっとこういろんな
ね、サイトで言われてる。でもトップにね、一億総白地化などの信号を残した父大田区総一、ちょっといいなよね。東北エネルギー懇談会とかっていうところのねサイトで、これ PDF なんですよ。で PDF の場合はあのブラウザーで見せてもらえる場合と見せてもらえない場合があるんですけど、そのダウンロードしといてないと見れない。ああ、大田区栄子さんっていう人がいるんだね。なんかお父さんと似たようななりわいをしてらっしゃるような、ああこういう顔写真ですよ。なんか写真が出てるからね、思わず本能的に大田区栄子さん、大田区栄子さんね、かの一億総白地、これもともとは一億総白地かだったのよ。だけどそのかっていう言葉がいつの間にか取れて流通してるみたいね。でこの大田区総一の娘の大田区何栄子さんだっけがおっしゃってる、そういう講演みたいですね。はい、そういうことはね、これがですね、この左右の直しね、なんかちょっと後ろの背景が、後ろの背景、だって前の背景はないからね、背景がちょっと乱れた感じですね。こういう、あ、ちょっと待って、なんと、その頃からなんとか論というのを論じるのが好きだったようです。これは自分のことか、大田区栄子さんのことか。ね、お父さんが一億、あれ、なんか後ろの、なんか画面がおかしいね。なんか、ほら、なんかこう、異次元に、ってこう、こっちに向かってこういったら、ってこう、異次元の扉が開いたような感じ、ね、こうなんかこう、あそこにこうなんかこう、張ってるというか、ここ向こうは水槽なんだ。私のイマジネーションは炸裂しますよ。どういうわけだか今こういう色合いになっちゃったわけよ。こっちの私が顔が映ってる方も妙竹院ちょっとなんか照らり方がね、照らるってわかります？照らってる。ほんでこのドアがあってですね、このドアのところにあたかもこうなんかこう、こう向こうはもう水槽でね、水槽で向こう水がバーッとこのシャガール絵も柱時計も水に浸かってね、水の中で柱時計の柱が動くのは気になるかなと思うけど、重りをねうんとうんと重くすると動くんじゃないかなっていうね、動力はどうするよってね、すぐゼンマイが錆びるじゃないか、まあそんなことはどうでもいいんであって、なんか不思議な絵になっちゃってますね。なんかこの四角く切り取られた画面の向こう側はなんか水の中っていう気分にねなってきませんか。あなたはだんだんそういう気分になってきましたとかってこう催眠術にかけようとしてるんですけど、なかなかそんなに人は催眠術に、まあこういう私の三日生放送なんてもう三分的ですかね、極めて三分的ですから内容はポエムみたいなのもたくさんありますけど、雰囲気がもう三分ですからね。なんかこう情緒的に、ああそっか、あの四角の向こうは水の中なんだっていうのに乗ってくれる人もなかなかいないかも。誰かね、潜水服をつけて上からワイヤーで吊り下げられて、ワイヤーで吊り下げられて、あの潜水服着た人がこのこっちからこっちにビューッと横切るとですね、あのドアの向こうで、そうすると向こうはあの水の底、海の底みたいな感じでね見えるんじゃないでしょうか。だからそれはあのよく言うそのモルジブの人たちが世界のこう旅行業者の見本市ですね、BTS じゃなくって LTV じゃなくてなんだっけ、なんとかベルリンっていう旅行業者総元締め世界大会のオープニングセレモニーね、50周年かなんかのヒノキ舞台をモルジブっていうね、なんか小さな島国の人たちが
オーディションやって、ね、ベルリンに行きたいもの、18歳以上の人誰でも歓迎っていうのでね。ほんでそのモルディビアンダンスとかモルディビアンソング、池間くんが、もう私が30代の頃ですよ。20代後半か。20代終わり、モルディブにジャイカで行って、高校の教師、軍楽隊のバンドマスターとして音楽を教えて、だ彼か彼の前任者ぐらいの時に、電子キーボードを入れたわけですね。だから島国だから、海風がビャーンと来るんで、塩分含んでるんで、鋼鉄を張った、ワイヤーを張ったピアノはすぐに錆びたり、具合が悪くなるだろう。で、多分考えたんでしょうね。ジャイカで行った人たち。で、彼は、池間くんは、まあ音楽の専門家だから、もうピアノは基本のキーなんでしょうね。ピアノが絶対いる。だけど、グランドピアノにしよう。アップライトにしよう。ワイヤーを張ったピアノは入れられない。んで、電子ピアノのいいやつをね、外務省の金なんですかね、それのね書類をなぜか私が持ってるというね、これ池間くんの関係の書類をね、なぜだか私が持ってる。で向こうに、でこういう報告書ですよ。報告書、報告書の名前がヒアールっていうね。だからヒアールっていうのはモルジブ語なんですよ。島国でちょっとしかね、こう文字もあってヒアールね、創刊号池間豊かヒアール、これのね元原稿もこれはコピーですけど、元原稿もねこれ前もってこの生放送の中身準備しとくんだったらパッと出せるんですけど、準備してませんから今探しながらやってるんですけど、元原稿がねこれに確か挟まってた。だから彼の遺品を彼の夫君から私がもらい受けて、これなんて元ですよね。これね写真が貼ってあんの、これ写真そのものなんですよ。このツルツル写真なんですよ。だから出っ張ってるわけね、生原稿私持ってるけど、これモルジブの島の空中写真っていうかね、 Google マップ当時ないですからね。そういうこのカラー写真をプリントしたのを貼り付けて、これねこうこれピラピラっとなってるでしょ、ピラピラっとなってるでしょ、ピラピラっとなってる。これがなんか軍楽隊がパラパッパララッパララッパッパッパララッパララッパララッパッパ、どんな曲か分かりませんけどね、ちょっとピントがあんまりにも合わないね。ピントがあまりにも。ちょっとピント合ってる。これね、軍楽隊が、チャッチャッチャーン、チャッチャッチャーン、チャーン、チャラララ、チャッチャーンとかってね、歩いてる。そういうカラー写真なんですよ。もちろんね、デジカメなんてないですよ。デジカメ。で、これは、なんか、モルジブの地元の踊りですよ。なんかパッと見た時になんか、盆踊りかって思うようなね、感じの雰囲気だ。こういう写真ね、ピラピラっとしたのがあってですね、私は無造作に扱ってるわけですけど、モルジブの人たちが見る人が見たらこれ国宝じゃないのって思うかもしれませんね。こういうこれモルジブの太鼓ね、横叩きなんですよ。ほんでこういう伝統の音楽をマスターイケマー、この写真が出てきたから思わず懐かしくて出しちゃうね。ココナッツの実、ココナッツの実だぜ日本の諸君ってな感じでね、見せびらかしてきてた報告書で、これコピーしてね、コピーって言って青焼きコピーじゃなくてね、だからこの赤ん坊が真ん中に写ってますけど、それが大人になって中堅世代になってで、ベルリンでね、旅行業者の大会、まあ、その時にこの赤ん坊が参加してたかもしれないですね。でこれのお父ちゃんっぽい人あるけど、お年寄りも一緒に踊ってましたから一緒に写ってるかもしれない。ピアノの領収書、ピアノの領収書が、ピアノの領収書がねどこにあったんですね。シンセサイザー1台、1、10、100、1000万、43万、
43万3090円。青年海外協力隊経理課長さん、経理課長さん、河合さんの印鑑がパッと押されてですね、シンセサイザーっていう名前ですよね。まあ電子ピアノとも言いますし、ピアノだけじゃなくって色の音が出せる、まあ高級機なんでしょう。40何万のご収集がね、この池間君の航空書会に挟まってて、私がなぜかそれを持ってるというのをね、なんか話がそっちにね、あ、さっきの太鼓がね、ボドゥベルっていうんですよ。モルジブ音楽機構パート1、ボドゥベル。各国 JOCV の皆さんをはじめまして、新着単位の池間と申します。1986年度、二次隊。ね。だから JICA の中でも古い方なんですかね。二次隊どういう意味なんだ。86年度の二次隊っていうのかな。ああ、ボドベルと私の出会いは着任早々1月半ば、近所に住む金沢隊員と親しくしている家族の2人の子供がね、ああ、割礼祭ってね、イスラム教徒ですからみんな、ああ、ボドベルの演奏グループが私たちの家を訪れ、演奏と踊りを見せてくれたってね。ほんで池間くんはモルジブのこう踊り音楽っていうのにパーンと出会っちゃった。最初の回答がさっきのボディービルなんですよ。ボディービルじゃなくてボドビルですね。これ貴重なもんだよね。これ本当にこうなんかモルジブの国に寄付しないといけないんじゃないか。ボドゥベルの写真がこれですね。ボドゥベルの写真がこれですね。横叩きで、それが何年後になるんですかね。 BTS だったかな、なんだかな、あのいつもこればっかり見せてるんですけどマルディブズベルリン、ベーリンって入れると出るかな。もうね、集会の名前を入れないと、なかなか DTP じゃなくて BTC じゃなくて、何やったかな、これすぐね、出てこないんですよ、案外ね。ベルリン。ちょっと待って、こういうところでね、時間をね、食っててもしょうがないんだけど、マルディブズ。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ベルリンの綴りが間違ってるからダメなのかな。だからなんかベルリンってカタカナで入れて英語とかってやって、ベルリン英語、今ベルリン英語って一瞬出たのになくなっちゃった。英語でベルリン、BERILIN ね、モルディブズベルリンで入れて、あの私の狙ってる画像が出るか、出ないね、困ったね。ITB だ、 ITB、 ITB だ、インターナショナル T トラベラーでしょね。 B はなんかビジネスでしょね。ITB っていうもう世界規模の大会があって、 ITB2024 じゃなくってなんかね、新しいのが出てきちゃうから、ピュッとね、出てくるとき出てこないときあるんですよ。この狙った画像はね、どれだっけなんかね、海の中でその泳いでるところっていうね、マルディブズ、ベルリン、ITB まで入れたら、すぐ出ると思うんだけど、出ないんだよね。出ないときは出ないね。あれ、シュッと ITB、ITB って大文字しか出るかな。こんなとこで時間使ったってしょうがないよね。やっぱり、準備しとけっていう、おぼしめしめすですかね。出てこないわ。
ほんで、この、その ITB ベルリンで、発表した、ね、あれなんか、なんでこんな出てこないんだろう。まあ、しょうがないね。出てこないね。そこでは、そのモルジブの踊りとかね、歌とかね、それをベースにして、非常に世界の人が聴けるものにフュージョンして、舞台にしてね。で、このステージが、まあ流れ的に、あ、今海の中にドボーンとこう、船からね、その、もう伝統的な漁をするときに乗る三角砲のね、三角砲はアラブとかそっちの方のものなんですよ。で、モルジブってのは位置的に、そのインドの下の方にある島国で、だからインドからの影響は当然あるし、インドネシアとかからの影響もあるし、北のアラブからの影響もあるし、アフリカ方面ですね。マダガスタルとかね。マダガスタル、大きな島国でしたけど、島国ですけど、マガダスタルとモルジブが向かい合ってるっていうね。だから海ですから、ブーンと海をね、渡ってね、人も融合してる。白い人、黒い人、黄色い人っていうのはモルジブ国民として言って、ダイバーシティとかってね。その舞台に立ってるのが、その障害を持った足の短いね、若者が、すごく歌い手でね、それが朗々と歌ってる、その歌ってる朗々と歌う人が、なんか池本とそっくりっていうのを、いつも、の顔の感じがなんともね、似てるんですよね。生まれ変わりっていうには、ちょっと重なってるから、生まれ変わりにはなれないでしょうけど、履歴じゃなくってブックマークでモルジブってしてないのかな。こんだけもうねやり倒してるんだったらブックマークリストでここまで来たらチラッとでも見せないとね。チラッとでも見せないとちょっと待って、時間内に見せないといけませんからね。ブックマークマネージャーにモルジブって入れたら出ないかな、検索して。そうね、なんかね、もう、あ、1988モルジブの劇。ちょっと待って、1988ってのは彼が、高校の先生やってる時のやつや。これね、何が言うの？あ、モルジブの劇っていうのは、その高校生に彼が教えてる時に、彼らが楽しんで劇をやって。出たってその写真ですね。だからまあ厨房とか高校生とかね、あ、なんか開けませんとかっていっぺん言われちゃったけども、いっぺん来る、あ、出た出た、これですよ、これ。だからこれを指導して、だから狭い島国だからなかなかね、こう感情発散する術もね、こうやって劇でね、すごい、もうノリノリでやってるじゃないですか。ね、シェイクスピアなんでしょうか、なんでしょうか。で、あのボディベルですよね、さっきのね。ああいう伝統音楽をね、カルチュラルクラブとかって作っちゃって、大いに推奨して、で、その慣れの果てっていうかね。ちょっと待ってよ、モルジブの航空局とか、なんかね、肝心なのが出てこないね。肝心の、ブックマークしてないよ、これ。何やってんだよね。モルジブの三角砲の宿命とかね。しょうがないね。してないものはしょうがないね。で、もう25分ですよ。で、この向こうが水中になってる、ここをこうダイバーがワイヤーで吊るされてピーッと泳いで横切っていくと、あそこは海の中っていう体になりますよっていう話から、モルジブの人たちが観光業の世界日本一ね、 ITB ベルリンで、すごいパフォーマンスをしてみせた。それの発端が池間くんが音楽教師で高校生とかに教えて、
ね、その地元の伝統音楽とか踊りとかっていうものの価値に、うん、若者たちに気づかせた。でさっきみたいなダンスとか、ダンスの劇とかね、ああいうのをやってパフォームすることの楽しさですね、表現して伝えるっていうことの楽しさ。だから ITB の舞台もモルジブの歴史っていうことが大きな流れになってるわけですね。で歴史的にこういろんなところとつながってる。もうあんまり英語が流暢すぎて私はよく聞き取れないんですが、英語の得意な人は聞いてみてください。またリンク貼っとこうと思いますけど、で漁業が主要産業だったりとかね、で今観光ということが大きな産業になってるっていうことが結びで、そのあたりでダイバーがピーンとこうね、ワイヤーにする奇想天外な舞台ですよ。ステージをダイバーが泳ぐなんて、こんな発想ね。だから高校生の時とかにあんな劇やって生島くんみたいなキャラの人ね、あとスリランカのクリスチャンも2人いてですね、もう本当に楽しい学校生活だったみたいですね。彼らのフェイスブック出てきましてみたら、もう自分たちの学校時代は黄金時代だったよねとかって、それにコメントがパーッとついてるねいいねを押すのは遠慮しましたけど、怪奇王国だから。でなんでこれになったのかな、その前になんか言いかかってた話で戻さないと、話を戻さないとね、いけないですね。なんかドアの向こうは水の中っていうテーマの話になっちゃって、ほんでモルジブは潮風吹いてくるから、鉄筋光線を張ったピアノは錆びるからダメっていうんで、シンセサイザー買って、それの40何万円のやつの領収書ね、JICAの財務課長さんの反抗したやつをなぜか私が持ってるっていうのをね、その前に何の話しようとしてたのか、大竹総一ですよね、大竹総一だから池間くんみたいのが一億総白地下の逆で、もう一人一人の人がしっかり考えてくださいっていうね、モルジブの若者たちをインスパイアして、もう世界の人がこのモルジブのパフォーマンス見て、あ、モルジブという国があってこんなすごい舞台を見せてくれるのか、あんな小さい国でっていうようなね、一億総白地下と逆の路線に行ったわけですけど、大竹総一などの信号を残した大竹総一ってね、評論家なんですかね、大竹栄子さん、評論家って書いてますわ。父総一は毎朝醤油の仕込みをしてから中学に行って、醤油の仕込みをして中学に行って帰ってきたら、そのまま醤油を配達する二宮金次郎みたいな生活をしていた。その頃から論というのを論じるのは好きだった。確実投稿論だから、一日おきに投稿したらいいっていう論を立てて、で担任にそれちょっと問い詰められて、その論文を先生に提出した。学校なんて一日おきじゃない、いいんじゃないですか、そしたら生徒を2倍取れるでしょで、小学生の時からそういう論を言ってた、だって。ほんで、肝心の、なんだっけ、割と男前だったとかね、一億総白地下っていう言葉、父から学んだ物事の見方、事実を追求し、自分の意見を作り上げる、だって、大竹総一の娘さん、データというのを集めただけでなく、使えないと意味がないよ、ということで、そのデータを集めるっていうことをどう使うかっていうようなことをお父さんは教えてくれた。で、一億総白地下のことどこ行った、一億総白地下、って言ったって、の中身がわからないよね。もう一つその前がなんだっけ、一億総白地下の前になんかことわざを問題にしてたんですよね。ことわざなんだっけ、理科に冠を正さずじゃなくっ
て、あれ忘れちゃった、こういうことわざがありますね、誰が作ったんでしょうかねって言って、一つ目二つ目、大谷総一なんですか、大田区じゃなくって大谷って読むんですか、ってことはこの年になればずっと大田区って読んでたわけだ。時計が8時88分、顔に当たる光がね、青いってそうだね。あ、なんか鳴っちゃったよ。もう一つの最初に言ってたことわざなんだっけ、もう一つの最初に言ってたことわざなんだっけ、最初に言ってたことわざね、もうなんか脳みその作業台、作業スペース、ペーンとかまな板の上にいろんなものを、大竹総一とか池間くんのことばっかりバーンと乗せすぎて、こう、カタカタで向こうに出ちゃいましたね。かといって本格的メモリーにも入ってないので、一番最初に言った言葉が忘れちゃった。ということで、もう、でもまだね、29分台なんですよ。で、お聞きになってるあなたに天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますように、お祈り申し上げつつ、火曜日6時の日刊生放送、これにて、で、大谷英子さんってことで、ライトニングがなんかね、なんかこう空間が歪んでるみたいじゃないですか。ドアの向こうは空間がね、歪んでましてね。あそこに向かって私が歩いていきますと、ピューとこう、異次元に吸い込まれていってしまうんですよ。ですから、あのドアがドラえもんの、まあ、どこでもドアみたいにね、異次元に行けるピャーンと回ったと、ね。そういう貴重な光景を皆さんに見せて、しゃしゃげることができたということにしとこう。しとこう。時間は8時88分じゃなくて、まだ6時30分だよ。なんかブルーですよね。私の気分はブルーじゃないのに、画面がブルーっていうね。ブルーブルー画面っていうことね。はい。ということで、また7時からあるはずでございます。あ、31分になっちゃった。大急ぎで終わり。